それじゃあ今日の、活動は久々の活動ですけど、はい、実況動画のね、はい、我々研究会も撮ってみようというところで、はい、まあ今日は奥入瀬アンダーサブリッジ、その名前やめてもらっていいですかね。いやけどあっちの方の名前はあなた危ないんじゃないの。そのいいのそれ言っても。あのピクシブの方ですか。そう。いやいアイロン、はい、じゃあタマさんに、はい、じゃあ今日はやっていただきます。はい、エンターで決定ですか。普通エンターでしょう。そう言いたいんですスペーススペースですか。あそうです。あ始まりましたね。あのでですね、キャプチャー画面が動くだけです。あいやいやいや、これこうするではね。そうあはいはい、クリックしてみ。あでまた戻りました。スタートで、あタイム制限がありますね。ビヨーンビヨーンムカつく。いやいやいや、あ死亡しました。このクソゲーはなんていうゲームなんだ。え、いやいやいや、あの研究会いい、ね、研究会活動ゲームです。あそうですか。はい、ビヨーンムカつく。あまりセンスないね、このアクションゲーム。あ、このゲームが。あ、いや、違う、君のセンスがね。ああ、はいはい、はい、今の普通一目散逃げるシーンですよ。ムカつくっていう感情ぐ、おぉすごい。よし。よし。これ、クリアしたら帰っていいんですよね。あ、いいですよ。あれ？おぉ。いや、あれ、正確には倒すこともできますけどね。ただ、時間もありますんで。うまくやっていただければ。ビヨン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 。はっはっは。ムカつく。いいからいいから。ビヨンビヨンビヨン。このそうこの操作性の悪さはなんとかなんないですかね。いやいや簡単です。アイワナクリアしたらできるって。ほらほらほらいいじゃない。アイワナクリアしていたのは結構前ですからだね。これ触りたくねえな。ええ。避けますかあなたそれ。ビヨン。まあ漏れなく死ぬんですけど。頑張って。BGM もねえし、はえし敵、声むかつくしな。BGM ね、はい、吹き込んでたんだけど、ね、ちょっと恥ずかしくなってやめたんですよね。ああ、そうっすか。ええ。おっと。これ画面が狭いから敵がすぐ来る感じですよ。おい。死ね。よし。ビヨンビヨン。まあこいつらは無視で。大体これ2日ぐらいかかりましたね。土日を費やして作ったゲームです。そんなにかかってないっすね。いやかかった方なんです。大体これグラフィックがないからね、全部ね、ドットを打たなきゃいけないんだよ。まあそう言われると結構大変ですけど、大変ですけどね。ジャンプしたりほらこの白衣がなびいたりさ、あれは敵の新型ですね。やべえこれ無駄すけ。いやいやいや簡単簡単。ああ、帰っていいっすかね。ダメです。終わるまでアパートから出しません。ビヨン。ビヨン。これ意外とあれですね。ええ。当たり判定。広いっすよ。はい。これ多分ね、キャラクターは私の腕であって私じゃないんですよ。あ、そうなんですか。ええ。よしね。いろんなね、こう、メガネ男子。このタイムって、ね、よし。ビヨンビヨン。そこのやつは倒せますよ、完全に。いや、いいっす。あ、そうですか。はい。点数とかは、いや、まあ、ないですね。あ、じゃあいいっす。ビヨン。最終目標はタケノコの里の箱を取りに行くことなんですよ。ああ、そうですか。ビヨン。はい、コンビニで買いますけどね。いやいやいや、ただで手に入れると。死ね。あ、いいですね。さっきはバグって敵の新型が上から来てたんですね。ああ。通常はこの上で鉢合わせる予定なんですよ。で気をつけてくださいね。ビヨンちょこちょこ進みます。ちょっと笑いが止まらないです。ビヨンちょっとね、あの
死んだら目が黒くなるっていうね。ああ、そうですか。これ作るの大変だったな。あの、Windows のさ、はい、あのペイントでさ、一個ずつドットを潰していかなきゃいけないね。ああ、はいはい。大変だったんだ。お？ちょっと規格外の。あ、ボトルさん間違った。あー、ボンミスです。冷静になって。そうなんですよ。これ素早くいくと、あの、ある程度、ね、おー、ビービッタ、はい、タイムを稼げるように、猛ダッシュしていくと、はい、ちょっと隙間っていうかこうね、チャンスがもらえます。あー。そうそう。いや、ちょっとそれは例外でしたけど。ビョン。ビョン。ビョン。スピードが違うのがいる。この私がね、私がねっていうかこのキャラクターがね、はい、歩くたびにメガネが光るんですよ。なそれはあのー、気づいてたんですけど、なんか目が少なっていう。いやいやいや、ほらほら死にますよ、あんまり悪口言うと。死ね。でもこのキャラクターだったら何回死んでもいいですけどね。あ、もしかしてわざと壊す。よん。よん。ただ失敗したのがね、分け目が変わるんですよ。左向いた時と右向いた時。まあそれはよくありますけどね。判定なんで。はい。声うぜえな、本当にこいつ。なんだ。ここはまとめで倒した方がいいですね。よし。ここどうすっかな。死ね。今飛び上がりましたよね。え、あの彼は倒せるんですよね。いや、新型というかピンクのやつは倒せないです。あ、そう、そうそうそう、浮遊する倒せない敵って。あー、なるほど。なんかそういう設定の敵も作りましょうって書いてあったから作った。敵ね、2種類しか作れないからね。グラフィック見たら終わりなんですよ。新型と旧型ということでやってます。よしね。憎しみしか湧いてこないんですけど。いやいやいや。よん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 。よっしゃー。うまいうまいうまい。よんよん。まったかよ。ここに入ってる。まったかよ。一回画面切り替えて。どうだ。増えたんですけど。いやいや、ほんとだ。上に移動してきとる。あ、けどその分アコが楽ですね。タイミングを見て。倒したらすぐまた戻るとかっていうのもいいんですよ。死ね。そう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 、いい感じいい感じ。死ね。うわ。これあの、何回エンカウントしたってか、これやり直したが、数えたいぐらいですね。いや、なんかもういいです。もう。もう何とかしてやりますよ。間に合わねえな、これ、やっぱり。敵のスピードまではね、私コントロールできてないんですよ。そうなんですか。じゃあ、普通にあのポンポン並べてるだけで。これは完全にランダムなんですか。スピードはランダムですね。うーん。ただ配置はちゃんと10体ぐらいに配置してるんですけど。はい。死ね。死ね。おっと。名前をつけるなら何がいいですかね、この敵の名前。キノボウみたいな。変態。いやいや。あの、バグったんですよ。嘘。嘘。本当だ。あれ敵やって。おかしいな。あ、バグりましたね、これ。ちょっと、再リロードしますね。おかしいな。バグったんで終わりでいいですかね。いやいやいや、終われない、まだ。あ、こんな、こんな。あ、来た来た来た。どうぞ。ちー、バグったままだったらいい。よし、敵がいないのかと。おっと、早いな、うん。そこはね、感覚が短いんだよ。無理です。無理無理無理。私もいい加減ちょっと早く上の階に進んでほしいんだけど、サポートします。スルーで。え、まあこの辺はもう。よん、よん。あ、いいねー。あとセンサーあるね。なんだかんだで。トラの方向で。
いけないいけない。今ね、録画がね、はい、止まりましたね。ああ、どうぞどうぞ、再開しましょう。いいっすか。大丈夫です。また編集でうまく。え、あの、まさかの初めから。いやいや、あなたジャンプキー押したんじゃないですか。え、また打った。ああ、はい、大丈夫ですね。バグるなんて。死ね。おっと。死ね。よし。いいエセンスです。キーボード操作に慣れないんですよね、まだ。ああ、普通コントローラーでやる。は。まあ基本的にはそうですね。だけど、まあキーボードでも何回かはやったことありますけど。ほう。死ね。いいね。死ね。いいね、いいね、いいね。まあ、あと簡単。簡単かな。簡単、簡単。ん？ナイス。よし。あ、今、ちょっと左寄ってください、左。はい。で、上空にあの、竹の子の里の箱が。ほら、ああ、はい。あれがゴール。もう今ね、はい、うん、真ん中の2階に来てます。もうちょいです。こいつがうぜ。はい、死ね。早いわ。今回、あ、危ない、危ない。死ね。こういうパターンがわからないんですよね、こいつ。多分ね、角でぶつかってまた跳ね返ってきてんだよ。死ね。危ない。ああ、クリア、クリア、クリア。あ、気をつけて、気をつけて。ここあの、そうそうそう、ジャンプで倒すにはね。うわあ、狭いんだよ。うわあ、狭いんだよ。惜しい。非常に惜しかった。おお、早い。これあのレコーディング iPhone でやりましたんで録音なんとかで録音アプリみたいなのが最初から入ってるやつ、もったいない。死ね。よし、まあコンボとかないですけどね。ええ、知ってます。楽なパターン。おお、こうやって降りてくるんだな、いつも。ちょっと変化球、変化球。こわ、終わった。こら、夜が長くなりそうですな。タマさんよ。え、まああと10分やったら帰りますけどね。10分もやってくれんの。おっと。10分やってくれる、嬉しいんだけど。これね、はい、動画の録画ソフトがね、10分以上撮れないからね。だからまたね、1回切れると思うんで。あ、じゃあもう、さっき10分もやったんですか、俺。やっても10分。あー、ミスった。多分今で15分ぐらい経ってるよ。これ、俺なんか上の方からショートカット的な方法ないんですか。え？ないか。あれ？ん？いや。死ね。やれそうな気がするんですよ、ね。まあどうクリアするか君にじゃない。君に任せる。じゃあこれでちょっと死んだら考えます、ね。おお、やっぱりセンスあるね、タマさん。僕もね、はい、クリアした時のね、はい、あのほらリアクションがあるんだけど、このゲームのね、はい、あ、はい、それを見れないんで、自分でさ、クリアできないからさ。でついにね、はい、いろいろこうちょっと小細工やってんだよ。またかよこいつ。死ね。今日は緩やかだね、今回はね。あ、そうですね。死ね。おっと、危ない。あ、危ない。危ない、危ない。ここだ。ピョンピョン。もったもったもった。この辺かな。ピョン。今上に行ったんだけど。ピョンピョンピョン。挟まれちゃった。ピョン。さあ、どうやってやるのかな、父さんは。いいセンス。間違った。びっくりだよ、今のは。しっかり。私もね、早くね、はい、クリアしてほしいんだよね、もう。そうそう、だんだん、そうすか。だんだんマイクを持ってても疲れたし。今日会社でいろいろやってたから、早く終わりたいです。マイク買ったらいいんじゃないですか。あー、ナイスナイス。うわぁ。一応ね、ああいうのも発注しなきゃいけないかなと思ってね。まあそうですね。ああ
ショートカットキラーっていう感じで。死ね。あ、真面目にやるんですか一応。はい。死ね。おっと。死ね。一応このキノコがなんかやっつけられた時の出てるやつは血じゃないんですよ。何なんですか。胞子なんです。じゃあ増えるんじゃないですか。増えます。そう、そうっすか。なんで、はい、また来週の土曜日あたり続編やってもらうかもしれない。今ちょっと今あんたキノコ食べたよね。まあおかしいな。死ね。ピョン。この上に謎のやつが怖いな。あの飛行する死なない敵っていうあのやつでしたね。あ、そういう名前なんですか。そうそうそう。敵踏んだら恐ろしいぐらいジャンプする。変化球が来た。ヨン。うん、ショートカットした方私は嬉しいですね、私的に。多分ね、またね、そろそろ動画がね、切れるかもしれないからね。はい、ああ、ショートカットしてほしいですね。ただ、飛行する列をかわしてから行くのをおすすめします。ヨン、ヨン、ヨン。そうそう、時間的に配置してますんで、はい、ああ、はい。そろそろ来るかなとかっていうのは。もう大丈夫ですよ、多分。ヨン、ヨン、ヨン、ヨン。やったー。え、帰っていいんですよね。いいよ、帰っていいよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。